これも。うん、ナイスショット。さあ、4番ホール、パー5、490ヤード。素晴らしいフェードボール。この辺行きました。でショートさん、いつからフェードヒッターになったんですか？最近。いや、もう全米プロのダスティン見てから。全米プロのダスティン見てから。うん、あとケプカを見てからね。あ、フェードいいなと思って。それですぐ打てちゃうんだからね。すごいよね。もうマジ徹底してフェード打つようになった。まだ打つ。うん。なんか左行って左曲がるよね、それ。あまりいいんですよ。もっと右に行き出していいクラブなんだけど。しっかりしてよ、ジェイミー。俺はここにあると思ったんだ。よくボールが出たよ。俺ここにあるのかなと思ったんだ。相当首にダメージがいった、ね、大きな代償を払って。鉄塔の左ぐらいね。いや、違うか。あれだもんね。違うの？鉄塔じゃないの？ナイス。超いいじゃん。これでもピン。ピンは。ピンはこっちですね。これ乗せたらかっこいいわ。243。ドライバー。どこ打つの？左から行くの？どんだけ攻撃的になったら気が済むんだろう、この男は。左から行くの？すごいね、テルキの攻略性を疑うよ。まあ、やっぱり我々レジェンドの教えをね、守らないとね、1ヤードでも前に、1メートルでもピンの近くに。それが鈴木プロのね、レジェンドの教えだから。一番守ってるのは菅秀一だけど、守りすぎて怒られちゃったんだけどね、秀一はね。お前はもっと守りを覚えろっつってね。この左の隙間、木と木の間、もう僕にはピンしか見えてない。それまでの過程は見えない。あれ？グリーン間違えちゃったかな？そっちじゃないよ、グリーン。乗ったよ。あ、ナイスワン。乗った？乗った乗った。狙い通りですか、竹内プロ？完璧。あ、そうですか。ナイスイーグルチャンスでしょ？そうだね。うん、近いね。来たよ。ナイス。やったよ。木に当てて勢い殺したよな。ブレーキかけた、ブレーキかけた、ブレーキかけた。5だ。213ヤード、5番やん。飛ぶ。5番やん。勢いじゃないよ。やば、マジ。すげえ。この辺。ピンをこれ。翔太さんと同じ5番やん。5番打ったじゃん。よかった。180ヤードぐらい。180ちょっと。首に来たんじゃないの。あれです。ダフリのプロフェッショナルになってきてる、ね、どこ？ボールここにあった。
ボールここにあったね。しっかりしてくれよ。参ったよ。ボールの位置間違えちゃった。ナイスです。頼むよお客さん、これ相当むずいよ。これかこちらどこや。もうすんごいグリーン面があれだね、使えないね。うまいんじゃない。うまいね。でもまあ伸びちゃうよね。しょうがない。木選手、ヘルキーが選手じゃないや、間違えた。菅秀一選手。間違いない。失礼だから。失礼いたしました。菅秀一選手、何打目？4打目？4打目ですね。ピンまで40ヤードぐらい。もうちょっとあるな、45ぐらいあるか。そうだね。58。58度。はい。おフェードでいった。うまいよこれ。これうまいわ。あ、これプロだ。止まったよ。わかった。ああやって狙うの、ね。学んで。あ、学んだ、うん。なるほど。真似して。うん？真似してて。真似するわ。あ、本当にうまいね。とてもあそこまで4打目の人とは思えない。T ショット50センチ。翔太くんはバーディー？バーディーパットか。うん、そう、そうめっちゃうまかったからアプローチ。残念。お客さん、これ何ラインになるんですかね。キャリーさん、これどっち行きますか。お客さん、いや、どうですか。アルミホイル2つ分ぐらいになるじゃないですか。アルミホイル2つ分ぐらい。アルミホイル2つ分めっちゃ回るじゃん。ちょい早ちょい早買えない限り。うまい。あー、惜しいね。ナイパー。そっか、一人だけパーパットだね。そうなんです。うまかったけどね。めっちゃ押したね。プロボギー打たない。いい。ありがとうございます。右グリーンですね。5番ホールパー4、356ヤード。2番やん。3番やんか。あー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 、さっきの俺ぐらい左。大丈夫、セーフ。このコースは広いです。お、ドライバー。今度ボール間違いないね。あ、大丈夫です。いや、いつもなんか30センチ手前のボール打っちゃうから。だからドライバー使わないです。これ池じゃない。めっちゃいい球だけどな。もうボチャンって言わなかったよね。うん、なんかドンってドン、ドン、手前かな。怪我の巧妙ってやつだよ、首の寝違え。ナイスショー。素晴らしい。素晴らしい。うん、完璧。うん、俺も行く予定だったんだけど、やっぱ現実はそんなうまくいかなかったよ。現実的に甘くない。うん、そんな甘くない人生は。何ヤードですか。122、50度。池越えでピンはちょっと手前なのかな。いい音。いや、いいよこれ。ケプカみたいな球、めっちゃ高い球。高いね。うわ、すごいね。ナイス。ナイスショットです。高い球あったな今。カメラではもう追いきれないぐらい、雲に届くぐらい。収まってなかった。逆転にテレキ今のクリークだったの。あ、でも球強くなったね。うん、あ、クリークであれだったんだ。飛ぶね球が。うん、すごいよ。調査は何ですか。2番。はい、じゃあクリックと一緒。うん、そう、すごいな。テルキかタイガー。110ヤード。110。はい、ピッチングで。
あーでもちょうどその分あれだね、距離感はここだ完璧105です。5ピッチングでいきます。はい、P で、はい、お、いい感じ。ナイス。良きかな。ナイス。ダーク。下りのスライス。入った。入んない。ああ弱いか。もう俺より早いんだもん。入んない。下りフック。上がらない。よし。君バーディーパット。名前出ちゃった。いや、高麗むずいわ。何が切れた今。何？めっちゃ切れた。なんか逆目だったんだ。うん。しかそんな俺有名だった。だよ、有名だったよ翔太君。だって言ってたもん、その一緒に回った人が。誰が言ったの？予選すごい上手くて、決勝も練習ラウンドしましょうよって言ったら、いや俺決勝出れないんだよねとか言うから。何してるの？ひねくれてた。なんか不思議な人だったんですよね。そんな言ってた。カメラほらちゃんと撮れないと呼んでくんないからさ、次ね。ゴルフでは呼ばれない。そうそう、ゴルフではさ、ちょっとこうほらなんだ、撮れ高大してないからさ。面白い。本当に、うん、ちゃんとあのダフったやつ使ってんのよ、あれね。勝谷さんがダフるより面白かった。カットとかダメだから、ボールの場所間違えちゃってるから。そう、やっぱ俺の頭の中のね、位置とバンカーと間違えちゃってさ、木に隠れちゃってるね。すごいね、これ。ここ？うんと。しっかり取って。すごい。本当に向いた方向から回してる。いいドロー。うま。見えるか。あ、見えた。花道？うん。真ん中？乗った。センターぐらい。今のズーム俺うまかったな。インテンショナルフック。うん、池から泥。フック。泥っていうレベルじゃなかった。それに対抗して左から行く。もう何の。うまいね。うまいね。左の。おお、乗ったよ。うわ、ちょっと手前。うん、うまい。右左ってきたら真ん中だよ。真ん中。真ん中。真ん中行く。見えてる。何が見えてる。あ、もう何が見えてる。何が見えてる。セーフじゃね？いや、もう入った。入った？入った？ってなんか、え、セーフだと思う。うん、俺もセーフだと思う。ピン間違えちゃった、あの、あっちのピン、あっちね。あっちのピンだと思う。いや、なんならまだ人いるよ、そしたら。そうでしょ。じゃ、なかったらさ、そこの。なかったらこっち戻ってこいよ。テルキバーディーパット。10メートル以上。上りスライス。入った。ノイス。僕らのではない。当たり前だよ、知ってるよ。聞くまでもないだろ。誰がそこに行くんだよ。違うの。違う。3打目。いや、うまいよこれも。うまい。うまい。
爆走中。ナイスパー。はい、ショットさんバーディパット。ちょっとショート。ナイスパー。ボギーパット。プロはボギー打たない。もうボギーパットだけど。惜しい、ね、ナイスダボ。ありがとう。オッケー。疲れた。あのボールじゃなかった。あのボールじゃなかった。あのメーカーは一緒だった。ぶっちゃえば終わったな。そうだね。ダメですね。そういうのは良くない。そういうの良くないですね。ご視聴どうもありがとうございます。この動画が面白いと思った方は高評価、面白くねえなと思った方も高評価、およびチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございます。おお、綺麗なフェードボールで、いやもう完璧。